鹿児島県立沖永良部高等学校は、鹿児島県大島郡知名町にある県立高等学校。沖永良部島に所在する唯一の高等学校でもある。教育基本法及び学校教育法等の精神、並びに明日を開く心豊かな人づくりという鹿児島県教育行政の基本目標に基づき、校訓に定められた次の3項目を具現化し、心身ともに健全な生徒の育成を目指す。1、工学2、道義3、根性町のホームルーム前の朝課外授業。いわゆる0時限目授業を実施している。時間は午前7時20分からで、普通科の全生徒が対象である。なお、商業科でも全商検定が迫ってきた場合、朝課外を実施する場合もある。また、普通科は朝課外に加えて、月に1回程度土曜日に登校して、授業を受ける土曜補習も希望者のみ行われている。例外として、商業科の生徒も希望すれば受けることができる。一等一校の性格上、国頭地区や田皆地区など遠方に住んでいる生徒で、自転車通学の者は1時間程度の時間をかけて登校する。なおそういった事情から、遠方や部活動に入部している生徒で、原動付自転車の免許所持者は、単車での通学も許可されている。2年生、3年生の大部分は単車通学である。ありがとうございます。